こんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生、今回もよろしくお願いいたします。さて、前回前々回とラグビーの話ですね。はい、あのラグビーは約200年の歴史があり、はい、イギリスが発祥です、うん、日本では実は約100年前から流行しており、うん、結構古いんですね、はい、で代表チームは構成メンバーの規則もなしました、うん、また日本代表はとても弱かったのですが、はい、まあ緻密な綿密な計画のもとに今回ワールドカップでは4連勝と、うん、誰も予想しなかった仕方で成果を出してますね、うん、4連勝、4連勝ですね、すごいですよね。そうですね、もうかなり盛り上がってるかと思うんですが、あの私はラグビーの国際試合って見に行ったことないんですけども、はい、先生行かれたんですよね。行ったんですね。会場どんな雰囲気でしたか。はい、私も初めてあの国際試合に日本が出てるに行ったんですが、はい、私はあの台風明けの日曜日、はい、1月13日横浜でやった試合なんですけど、まあ、試合会場は、はい、日産スタジアムね、新横浜駅から歩いて10分ぐらいのところにありました、はい、うん、もちろん私も日本のラグジャーを着ていきました、はい、でセキュリティがありペットボトルは没収され、でカバンの中身も見られましたが、あまり時間も取られずに入りました、うん、で私の席は2階席と書いてあったんですけど、まあ、結構実際は相当上まで上がってきましたね、うん、はい、もうあの決勝トーナメントに行けるかどうかという、はい、スコットランド戦なので、もうかなり盛り上がったというか、始まる前っていうのはすごい緊張感も皆さんにあったかと思うんですが、はいはい、どんな感じで始まるんですか、はい、まあ、選手の緊張感もすごかったんですが、はい、私の緊張感もすごかったですね。なぜか、はい、まあすごかったですね、うん、でただ始まり方はですね、はい、最初はさすがに台風被害への黙祷から始まりました、うん、はい、これさすが日本ですね。この思いやりが強いなと僕は思いましたね。そして国歌斉唱とかもあるんですよね。はい、これ黙祷の後に国歌斉唱なんですが、はい、まあ、最近日本の歴史の凄さを僕は勉強していますので、うん、横浜の試合会場のほぼ6万人が一斉に君が歌い始めた時には、はい、もう涙ちょちょぐらい感動してましたね、うん、本当にすごかったので、まあ、あの全部じゃないんですが、はい、ちょっと聞いていただけますでしょうか。はい、これをやっぱりスタジアムで聞くと感動も違いますよね。すごかったですね、はい、そしてスタジアムの雰囲気、はい、どんな感じになってくるんですか。あのですね、まあ、もちろん試合中は試合に没頭するんですが、はい、まあ、試合中に怪我人が出たりして間が空く時があるんですが、うん、まあ、その時はですね、大概ですね、あのアナウンサーみたいな人がいてですね、あのおーって言って三三七拍子がそこで始まるんですね。あとおーとかいうの音楽が流れて、うん、みんなで会場でみんなでそれを歌うんですね、うん、で結構盛り上がりましたね、はい、でハーフタイムでは日本代表のカントリーロードをみんなで歌いましょうって言って出て、その歌詞も出てそうやって歌っていくんですね。これあの SNS でも話題になってた、はい、選手が歌詞を変えたという、はい、ビクトリーロードですよね。そうですね、もう本当にこの歌は実は優しい歌だと僕は思ってるんですが、うん、まあ、みんなで作っていくんだ、ビクトリーロードになるんだっていう気持ちがすごく強く出てて、うん、まあ、本当に歌ってるのにもう感動してましたね、僕もね、うん、もうこれでまた気持ちが一つになっていく、そうですね、ということなんですよね、はい、あと試合の合間にですね、倒れた人を治療しに行く人がいらっしゃいますが、はい、これお医者さんなんですか。はい、基本的には医務員って言われてるものなんですが、うん、これ各地域に例えばですね、名古屋なら東海ドクターズという医療関係学校のラグビー OB で作ったチームが、ラグビーチームがあるんですね、実際ね、うん、まあ、そこがよく医療班、医務班をやっていましたね、うん、ただですね、水を運ぶ人たちは、うん、まあ、各チームが出していることが多いです、うん、で今はセーフティーアシスタントといって一定以上の医療知識を持った人、まあ、こう、うん、講義講演に出た人が怪我人が出たらレフリーとは無関係に試合の邪魔にならないようにグラウンドに入れるシステムがあるそうです、うん、でその上問題があれば
待機する医者、まあ、医者が出てきて対処するようですね、うんうん、私は東海ドクターズに今は所属していないので、うん、全くやったことはありませんね、はい、そういうことなんですね。あの、まあ、先生は内科医ですよね、はい、内科ですね。どちらかというとあまり内科医というよりも、はいはい、他の先生の方が出番ありそうですね、はい、まあ、ほとんどが怪我なので、うん、まあ、外科医か整形外科の分野ですね、うん、まあ、でも中には心筋梗塞や死亡に至るケースがあるのでそれは内科医の方がいいですが、うん、まあ、全般的に言うと一般的な一番は外科医が一番適していると僕は思いますね、うん、そういうことなんですね、はい、あと試合中に審判とキャプテンなのか何か代表の方が話をしているシーンもよく見るんですが、はい、これは何を話してるんですか。これはですねサッカーと違ってですね、ラグビーの場合は結構微妙な判定があるので、うん、これ審判の癖を見つけるために、うん、ペナルティの内容とどこまでだったら問題なかったということをどうも聞いているようなんですね、うん、で日本対スコットランドの試合では前半続けざまに日本がペナルティを2つ受けましたが、うん、まあ、その後ほとんどなかったということのようにその試合その審判に適応することが実はとても大事だというふうに聞いてますね、うん、じゃあやっぱり審判とのコミュニケーションも大切になってくるわけなんですよね、はい、大切ですね、うん、そしてスコットランド戦もう後半特にもう終わり間際は本当にテレビで見ててもハラハラしたんですけれども本当ですよね、うん、これ日本が勝つ直前にカウントダウンが始まり、はい、勝った後エグザイルのライジングサンが流れましたね。すごくとってもとってもこれ盛り上がりましたね。もう映像でもなんか手を叩いてる人とかいっぱいいらっしゃいますよね。途中でその映像がブレたのは僕も手叩いてましたからね。そういうことなんですね。すいません、はい、でこれ競技場に来ていた6万7千人のうち、うん、まあ、日本ファンだと思われ少なくとも6万人の手拍子はもう、うん、今思い出すだけでも鳥肌が立つぐらいすごかったですね、うん、もうしばらく感動だったと思うんですが感動でした、ね、試合後の選手の皆さんというのはどうしてるんですか。ここがまたサッカーと違うところで、うん、ノーサイドといって、はい、あのラグビーはノーサイド敵も味方もなしということになるんですが、うん、本当に健闘を称え合いお互いに花道を作ってねぎらうんですね、うん、また今大会では外人選手外国人のチームがお辞儀するのが有名になってますね、うん、あこれも見たことあります ね、 ねでもこういった日本の文化が伝わっていくっていうのは嬉しいことですよね、はい、素晴らしいですね、うん、そしてあの日本ワールドカップサッカーの時も非常にキャンプ地でおもてなしがあったということなんですが、うん、はいはい、今回もやはりそういった話は多いんですか。はい、まあ、特に同じようなキャンプ地での関係はあったんですが、はい、特に今回は、うん、そのキャンプ地の国の国歌をみんなで歌ったってことがどうも素晴らしいみたいで、うん、これこそ日本人のおもてなしだと思ってますね。やはりあの日本も外国に行った時にその人たちが君が代を歌ってくれるとすごい嬉しいですね。すごい嬉しいですね。やっぱりそういったちょっとした心遣いが日本人ならではの、うん、だと思いますね。そういったことも今回の日本で開催のワールドカップが盛り上がっている一つかもしれないですね。だと思いますね。大変嬉しいです、うん、はい、じゃあ先生もラグビーに関わった一人として、あ、そうですね、これからもラグビーをぜひ応援していただいて、はい、日本代表で出ることはないんですけど応援していきたいと思います、はい、あの日本代表の試合の時に、はい、イムインとして そうですね、それでピッチに出ていたら、はい、あ先生と思いますので、はい、そうですね、はい、ちょっと考えてみます、はい、先生今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。日本対スコットランドの横浜の試合にも行きました、うん、あと決勝戦のチケットも持っております。すごいですね、はい、でもチケットって取れない取れないって言われてましたよね、はい、実は僕はラグビー部だったので、はい、ラグビー協会の枠で一般よりは先に取れましたね。そういうことなんです ね、 ですね。失礼ですが結構お値段はしたんじゃないですか。確か1万から2万円前後から5万円弱までの4段階で、うん、私は消化器内視鏡専門医ですので、はい、その分野では後輩とかが関わっているのでその情報を得ていますので喋りたいと思っております、うん、消化器内視鏡分野というのは
どういった分野になるんですか？まあ、簡単に言うと胃カメラ、大腸カメラが 主ですね。ではどのように進化していると、まず AI ではないんですが、どんどん細くなって